段取り悪いのは、タルのせいではありません。動画です。はい。久々に出かけてきてます。いよいよですね、4月になりまして、福島にも桜の便りが来ましてですね、まあ、昨年、2015年はですね、福島デスティネーションキャンペーンということで、我々福島移住1年生の、アドミス隊もですね、あっちゃらこっちゃら頑張って、出かけたわけですけども、2016年、今年は、こうやってタルと共に、アドちゃんも共に、出かけるわけです。なので、多少の制限があります。ワンコが一緒に行けるところでないと厳しくなると。ああいうことと、あとは、まあ、アフターデスティネーションキャンペーンっていうんですか、なんか、そこまでいろいろあざとくやるのみたいな感じで、福島も頑張っておりまして、我々アドミチ隊も、まあ、去年行ってないところ行こうよみたいな手はあります。で、来たのは、こんな猫がいる山の上です。怖いらしいんだ、タルちゃんは。まあ、とりあえずじゃあ先行きましょうか。はい。ということで、やってきたのは、大森、城山公園という公園でございます。福島市ですね。の、場所で言うと、どうなんですか？南側って言うんですかね？ワンワン。あ、この車にワンコがいます。はい。ワンコもいっぱい来てますね。いいんじゃないですか？南福島駅から西の方みたいです。城山公園というぐらいですからね、もともと城なわけですよ。なのでつまり、ここは我々アドミス隊的にはリアル城攻めとこういう企画にも一応混ざるとこういうことになります。ただまあ今更こう何ですか、天守があるようなお城だったわけではなく、山城の、まあ、遺構が残ってる場所ってことですね。そこが公園になっているということなんでしょうか。で、はい、桜祭りも、桜祭りやってますっていうね、道路パターンに看板があった割には、人もいなくてどうなることかと思ったら、意外と人は来てますね。はい。で、タルも来てます。タルは、タルはお城のことは関係ないです。で、風がまた強いですね、今日は。悪い、バンゾン君はですね、実は昨日大森城についてしっかり調べたにもかかわらず今日出発にあたってそのメモを忘れました。ほほ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 ほ、任してください。ダメでしたね。家出て15分ぐらい経ってから気づきました。ああ、もうこれは拾い食いしたいわ。うわぁ、このぶっといのは、もう、痛くてしょうがないやつだわ。はい。で、この大森城、まあ、ダーティーの城なんですよ。ダーティー一族のお城でして、まあ、政宗さんが入ってたわけじゃないらしいけど、小十郎も、一時は城主になったことがあるらしいよ。うん。そうそうそう。で、福島側に福島城ができて、ここは廃城にしたんだって。なのでもし福島城が作られなければ、ここが福島の一番のこうね中心地になったかもしれないってことですよ。ちなみにそれまで福島という地名はなかったらしいね。うん、杉妻とかいうらしい。で、まあ、なんかガブガブしてませんかね。はい。階段登って、一応ここは空堀跡。
されるようにしてくれてるんですね。はははは。いいじゃないですか。で、桜はこれ、あ、こっちの方が空掘り感がわかりますよ。うん。で、地味にこの桜がね、700本ぐらいあるっぽいですね。昨年の我々アドミチ隊ではちょっと知らなかったんですけれど、うん、隠れた名所ですかね。こう市民の憩いの場的な感じですかね。犬のお散歩ですね。はい。これが一応お花見広場かな。わかんないよね。なんか、ああ、音楽流れてるね。屋台のかけらもない桜祭りなんだけど、今のところ大丈夫なんだろうか。あとこれ週末のね、盛り上がりをイメージしながら、ええ。そうなんですよ。イメージ。ですね。明日、明後日、今日金曜日なんでね、は、ここが、でもあれですよね、おじさん、こんなとこ来てさ、山城ですよ。酒飲んでどうすんのって話ですよね。車で来るしかない。ですよね。もしくは大工さんが大にぎわいか。タイルは関係ない。そうだね。新たな幹が。タルにとっての初めての花見だね。うん。一応ここは本丸なのかな、平たくなってるから。え？落ち着かないね。ああ、あそこが本丸跡って一応書いてある。ん？でこっちは古墳が復元されてるんだ、あそこ。いや、わかんないけど。え？城であり古墳もあるの？また、ここの坂は強烈ですな、これ。いや、別にいいけど。とりあえず、音楽が流れてる方へ行ってみましょうよ。ええ。まあでも、なんか、こう、地図で見ると、こう、横に広い山で、何ですか、キャンプ場もあるみたいですよ。じゃあ、おじさんあれだよね、これ車止めたところからキャンプ場までの距離がすごい長い。だからこれキャンプ、ね、するとこまでがすげえ時間かかりますね。あれでもこんなとこに車がいるよ。メインかもしんない。本丸では何もせず、一段降りて、ああ、これが炊事場にもなるわけかしら。BBQ もできますよという。ちょっとあまり衛生上どうかなって感じするけどね。ああ、そんなもんすか。一応出店も明日かな。あ、でも桜すごいいっぱいありますね。ね、今日も風ちょっと強いんですけど、昨日が、関東地方もそうだったと思いますけど、大雨&強風ですか、すごかったみたいですね。なんですけれど、はい、キャンプどこですんの？これ平たくないよね。キャンプするにはいまいち平たくない土地のような気がするんだけど、もっと先なのかな。いや、でもおじさん、あそこに櫓があって、あれで最後ですよ。はい、じゃあみんな斜めで寝ろってか。あ、ごめん、タル踏んじゃった。はい、そして拾い食いは相変わらず食ってないからね、広いだけだけど。一応櫓なんか作ったりして、城っぽ
してみたりしてる。さあ、じゃあ恒例の滑り台でもやりますかね。タルさん恒例のっていう、じゃあここが一応物見櫓で、でここから福島市内が一望ですか。プレハブ風情ですね。はははははは。完全なこれベニヤです、ベニヤ。ああ、で一応外に出れるんだ。あ、なるほどね、こういう感じだ。おお。わあ、一応物見櫓上がってみても。いまいちまだ福島のことが、分かってないんだが、はい、こういう感じで、おお、桜すごい、うん、いい感じ、よかったね、このなんとなくボロっぽく作った櫓、はい、ということで、こんなもんでしょうかね、はい、から桜の向こう側で、大江さんとタルちゃんが佇んでおります、ももちゃんも写真が撮れる場所ですね、はい、大森城山公園大森城の物見櫓から、大江さんが佇んでおります、タルちゃんは気づく由もないとこういう状態です。はい。うん。